ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。動画と称して遊んでる土パフォーマンスです、ボンド大阪の浅井です、はいはい、久しぶりのちょっと久しぶりですね。浅井店長との動画なんですけれども、はい、前回は1月2月だったかなですかね。すごい寒かったのがすごく覚えております、はい、そして僕がいくらボケてもいくらリアクションしてもこう完全にスルーっていう、ボケてたっけ、はい、っていう動画で分かんなかった。今回もちょっとお届けしますね、はい、で今回ご紹介する車がこちら、ポルシェの991.2 の GT3 ですね。なんかめちゃめちゃおしゃれなの来ましたね。おしゃれでしょ、まあ、前回、まあ、最近ねベントレーとか、ロールスとかゲレンデとかね、どちらかというと SUV 系が多かった、高級車系が多かったので、まあ、今回はねちょっとスポーツなおしゃれな車をお客様のご好意でお借りできたので、はい、紹介させていただきたいと思います。でこれは色がまずすごいんですけど、そこは触れちゃダメなんですね。まあ、色ナルドグレーですね。もともと黒だったような気がするんですけれども、はい、お客さんの、まあ、趣味というかね、趣向でナルドグレーになっております。なるほど、はい、そして外装も結構さってるんですよね、これ。そうですね、外装はテックアートのカーボンパーツで統一させていただいてます。やってまいりました、テックアート。ドイツ中南、浅井さんも確か本社の方に そうですね、何回か行ってますね。勉強してきますよね。そう、このカーボンの工場も行ったことあるとのことで、ちゃんと、テックアートはドイツで国内で作ってるし、まあ、自分たちでカーボンのパーツも作ってる、メーカーになります。まあ、冷蔵庫、冷凍庫からもう素材を出すところから見せてもらいました。そう、はい、あれはねマンソリーとかもいっぱいこのねロールの樹脂の素材ね、カーボンのあれがすごく高い、一から作ってますね。ちゃんとオートクレームの釜もあって、そこで、仕上げられたのがこの綺麗なカーボン製のパーツになってます。だからもう製品のクオリティコントロールもしっかりできてるんで、そうですね、自分も作ってますからね、まあ、おすすめできるパーツじゃないかなと、はい、でそれがこれまずリップと、まずリップですね、はい、アイオリのカーボンで、ここもね、綺麗に、これシルエット的にはなんか一歩間違えた純正オプションですっていうぐらい、まあそうですね、ちょっとすっきりしてますよね。まあ、そこはマテックアートね、そんなに派手なエアロを作ってくるメーカーではないので、本当に純正プラスアルファで仕上げられてるかなと思います。でそれもねダクトのカバーも、これいいっすね、うん、でやっぱりこれ純正ってプラスチック丸出しの、まあ、脂肪丸出しのやっぱプラスチックなので、この辺はねグロスブラックする人もいますけれども、カーボンでね統一するのもいいのではないかなと思います。確かに素地ってこうレーシーですけど、ちょっと色気ないですよね。そうね、色気がないので、まあ、ボンドボディでもねよく塗ってると思うんですけれども、テックアートはそれをカーボンで、でこう浅井さんの言葉をパクるんであれば、今回の車すごく雰囲気がいいんですよね。雰囲気いいですよね、はい、そうで、ボンネットもね、こちら見ていただければ、これ塗り分けしてあるんで、なんかちょっと絶妙な感じになってますけど、全部カーボンなんですよね。そう、全部カーボン、まあ、裏ね、見ていただければ、テックアートのロゴ入りのカーボン、ドライカーボン で純正と違うのはね、やっぱプレスラインが入っているので、まあ、一瞬ね、まあ、ここねまあ、ステッカーしても正直分かんないんでしょうけれども、ちゃんとカーボン全部ドライカーボンに変わってて、まあ、プレスラインが入っているので、まあ、純正とも違いますよという差別化が図れるパーツになってます。なるほど、これプレスラインだいぶ効いてます ねプレスラインノーマルは、ね、ないので、ベターンという感じですけれども、このカーボン残しとさらにプレスラインで、まあ、すごくエッジが効いた仕上げになっているかなと思います。前回りがだいぶこれだけでシュッとしてるっていう、うん、ね、かっこいいですね、似合ってますね。そしてじゃあこの3点がじゃあテックアウトの前回り、前回りは変わってるような感じですね。これだけずいぶん表情違いますね。ね、そんなにいやらしい感じじゃなく、なんか GT3 のちょっと体育会系さがちょっとこう薄れてというか、うん、なんかストリート感がすごく出てません？そうですね、はい、まあ、お客さんのこのニーズも、これもクラブスポーツの車ではないので、まあ、ストリート前提で作らさせてもらっているので、まあ、すごくそのお客さんの用途にも合った仕上がりになっているかなと思いますね。まあ、正直ねここだけカーボン変えてもね、タイム関係あるかじゃないですし、まあ、本当にこの辺はまあ見た目なんですけれども、見た目をおしゃれにしながら、かつ見た目も美しく、かつ機能的にも優れたカーボンのパーツになっているかなと思いますね。あとテックアートは風洞にちゃんと入れてるんですよね。そう、ちゃんとエアロパーツと称してこう空力特性がダウンしちゃうと使わないじゃないですか。確かに確かに、そんな中でもちゃんとその辺も考えられて作られてる。そうだよね、992とか991でも普通のノーマルの彼らとかのやつも全部風洞、まあ、ターボンも含めて風洞実験してるので、まあ、そこはすごくテックアートのやっぱいいところですし、まあ、性能とね、テクニカル&アートのテックアートですので、機能性と、まあ、見た目の美しさ、アートが融合したメーカー、機能美なんです。そうそう、機能美です。あくまでも機能美なメーカーになってます。
そして足元を早速行ってもいいでしょうか。そうで、これが今回装着させていただいた、HRE のホイール。これめちゃめちゃかっこいいですね。かっこいい、かっこいいですよね。あの車の雰囲気に合ってるというか、デザイン自体は名古屋店でね、飯村店長も M3 にね確か履かしてたけれども、クラシックシリーズの、300という3ピースのモデルになってます。これレーシーさもありつつ、なんかこう王道のデザインなんですけど、うん、やっぱりこのディスクが出っ張ってるのとか、ね、色気ありますよね、はい、あるんですよちゃんと、うん、レーシーだけれども、まあ、色気があるかな、体育会系すぎないという。そう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 。で今回は真っ黒なんですね。そう、真っ黒で、まあでもディスクはねマットブラックにしておいて、リムはグロスバックにさせていただいてます。まあ、同色でこれベタッとしちゃうんじゃなくて、そう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 、ちゃんと塗り分けることで立体感と。でこれハードウェアなんかもとにかく徹底的に真っ黒。そう、黒で、センターキャップだけ普通だったら GT3 だとか HRE のセンターキャップなんですけど、これはお客さんの、ね、好みで、シルバーの、ポルシェロゴですね、クレストのロゴに変えてます。はい、これも足元もめっちゃおしゃれです ね。でこれあえてあのサイズも20インチ純正と一緒、結構アフターなんかだと21が普通に入っちゃうんで、そう21も少なくないんですよね。だったんですけど、まあ、乗り心地確保したかったので、ノーマルと一緒の20インチ、まあ、タイヤを、ね、ブリッとちょっとポルシェらしくさせたかったので20インチのまんまで、タイヤも、カップ2から、4S ミシュランのパイロットスポーツ 4S にさせていただいてます。あえてこのよりストリート寄りのセッティングというか、ね、に変えてあると。そう、だタイヤがね勝ってるんで、なんかいいですよね、ブリッとしてて。これちょっと絶妙っす ね。あのオフセットも、オフセットもね HRE の場合は僕ら選べないのね、あの TIF の関係で。あ、そうなんですか。そうそうそう、 HRE の、 あのセンターロックのオフセットはもう決まってしまってるので、じゃあ漏れなくこのデズラに。そう、このサイズ、このインチでしたら、規格通ってるのはこのなのでこれなんですけど、まあ、ちょうどいいぐらいの、ね、オフセットに仕上がってるかなと。これ20なんですけど、なんかちょっと物足りなさがない。あ、そうですよね、はい、普通ね20だとちょっと純正と一緒のサイズだったら物足りなかったりしますけど、まあ、これだったら十分かっこいいかなと。結構ポリッシュとか、ブラッシュドとか、うん、あとはワンピース、ツーピースなんかでこう逆反りの本ケーブのデザインなんか20インチだと、うんうん、ちょっとこうやっぱりタイヤの厚みが気になったりしますけど、うんうん、これ気にならないと、ね、絶妙なタイヤの厚みですし、タイヤの張り方なんで、まあ、うまく、マッチングできたかなと思います。言ったらちょっとトラックスタイルってあのちょっとサーキット走りそうな、あんなセッティングになってる感じですよね。そうですね。でこれタイヤもなんかちょっと秘密があるんですよね。それでリアで話した方がいいですか。あ、リアで、はい、じゃあリアで、はい、ちょっとあのマルヒのちょっとテクニックがあるみたいなので、そしてあとはこの辺なんかも、ね、ミラーカバーも、テックアウト、まあ、ミラーカバーもミラーごとの交換のタイプですね。これも綺麗な綾織のカーボンになってます。で結構綾織ってこう貼るのが難しいって言われるじゃないですか、うん、よれちゃうんですよね。あ、よれるね。だから結構安価なものだとこういう曲面のパーツなんかだとこうよれよれでってなってるじゃないですか、うん、それがちゃんと美しく揃ってるっていうのはもう仕事が丁寧な。そうですよね、見て取れるなって。職人がね、ドイツで職人が手作りで一個一個貼り込んで、型にね貼り込んでいってますので。これすごいのは全部カーボンなんですね。ね、ベースもカーボンね。この付け根もそう、ベースもカーボンですね。まあ、この辺ね、まあ、純正と形は一緒ですけど、まあ、差別化出すのであればぜひともね、いいパーツじゃないかなと思います。そしてあとはサイドスカートも。そう、サイドスカート、これは貼り付けかなですね。なるほど。これもちょっとカーボンになるだけで車全体的にちょっとシュッとしますね、うん、そうですね。樹脂の、まあ、艶消しの黒なので、ここはカーボンにするとまた高級感というかね、質感もアップしますね。もうストリートにはもってこいな。そうですね。そしてリア、これがちょっと浅井さんマル秘テクニックが公開しちゃっていいんですか。まあ、テクニックっていうほどでもないけど、はい、リアがね 12J なんで、結構太いホイールサイズ、履いてるんですけれども、タイヤは305なんで、普通だったら結構引っ張ってしまうと思うんですよね。ですよね。 12J に305だったらもう結構バチバチに引っ張ってるぐらいじゃないですか。だから普通だったらフェラーリとかでもね、だいたい335だとかせめて325だとかは入れるんですけど、これは305なんですが、ポルシェの認証タイヤなので、ポルシェの認証タイヤって、太いんですよね、実際のその305表記、まあ、他のノーマーキングって言われてる普通のタイヤより結構ね、本当に何センチかまでとは、ね、正確に測ったことはないですけど太いんで、
12J に305履いても全然こう引っ張ってる感ないっすね。引っ張った感がないという、むしろもうぴったんこ、ぴったんこ。最初ね見た時に 12J に305ちょっと引っ張りすぎてね、引っ張りすぎるとこの車の雰囲気壊れるかなと思ったんですけれども、まあポルシェ認証なんで、まああとはね海外の写真とかHRE このね、12J に305履かしてる写真とか全部ねちょっと海外でチェックして、あこれだったらいけるなということでインストールしたら、まあ見事にあの理想通りの組み上がりになったので、このムチッとしたね組み上がりになったので、まあ想像通りにできたかなと思います、ね、これ絶妙っすね。ねこれねオフセット的にもマッチング的にも絶妙。これ以上ムチムチしててもちょっとこ う, そ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 うやぼったくなっちゃうし、うん、これ以上寝てるとちょっとなんか GT3 なのになんで引っ張っちゃうのってなっちゃうじゃないですか。そうでまた結構そのタイヤって銘柄とかメーカーによってその同じ例えば305でも全然太さ違うじゃないですか。全然違うからね。これに至ってはその認証か認証じゃないかでも違うんですね。そ う, そ う, そ う, そう違うんでね、タイヤ選びの時は結構気をつけないと。それでまあ僕らは特にね結構面まで、近づけるので、昔ねアドバンスポーツの V103 っていうのは死ぬほど太かったので、へあのもうみんな当たった当たったとかね、これ 10年以上前の 話だけどね。でも知らないとサイズだけ真似しようなんて言って、ああそうやね、入れて全然違くなっちゃった。組み上がりはね、まあやっぱ残念な、ね、やつとかありますよね。やっぱりあのタイヤで全然組み上がりというかね雰囲気変わってきますので、見た目違いますよ、ね、うん、違うのでその辺はこだわって選んでいただければかなと思います。じゃあここはノウハウがないとたどり着けないところ。まあそうやね、はい、だからこれはもう本当にミシュランのパイロットスポーツ 4S の305で行こうと思ってたので、まあ本当に理想通りの仕上がりになったかな。なるほど。でリムもね、リム幅も、フロントは 1.5 インチ、リアが2インチなので、リアは5センチぐらいこのリップ、いわゆるリム幅ですね、取れているので、ディスクもこれフロントフラットなんですけど、リアはねちょっと根茎部してるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、あ、本当だ。そうそう、若干ね、リアはうっすら根茎部してるんですね。うっすら、本当にうっすら。はぁ、だこれが本当は GT3RS だとかだったりすると、まあ、もうちょっとオフセット稼げるのでリムが深くなっていいんですけど、まあ、GT3 はね、これがちょっと限界になるんですけども、でも雰囲気はね、すごく、いやそうなんですよ、雰囲気めっちゃいいんですよね。雰囲気はボディカラー、ボディカラーもね相まって悪くないかなと思います。だから車高も今回絶妙だなと思って。あ、そうそうそう、純正よりちょっとは触ってます。でもこれ以上下げちゃうと擦っちゃうので、リフティングはついてますけど、まあ、日常使いしにくくなっちゃうのと、そうそうそう、ちょっとストリートっぽくなくなっちゃう、うん、そうそうそう。これでも飛ばすとね、やっぱりちょっと峠とかだと若干擦っちゃうところもある。あ、これでも、これでも、そうそうそう、なるほど。どっちかというとカタログ車高ぐらいかなと思ったんですけど、それちょっと下がって、ね、純正、うん、純正よりはちょっと下げてますね。なるほど、はい、これ以上下げちゃうとまたこう若者感が出ちゃったりとか、うん、こう改造してる感出ちゃうじゃないですか。だしやっぱりあの純正のストロークに対してはもうちょっとこのぐらいが限界かなと、まあ、純正の足回り車高調なので、それで、まあ、程よくあのバランスよく下げてますね、はい、そしてあと後ろもカーボン盛りだくさんですけれども。そうですね、まあリアウィングの両端板、これこの先っぽだけが交換されてるってこと。そう、真ん中も一応設定はあるみたいですけどね。あ、なるほど、これは、端の両端板と、まあ、下のリアディフューザーですね。真ん中やるやらないでも随分リアの雰囲気変わりそうですね。あ、そうやね、真ん中すると、うん、面積でかいですから、ね、面積でかいですし、 あとルーフスポイラーも変わってますね。ここもそう、まあ、これはね、別に、なんだ GT3 だけじゃなくても他の、ね、ターボとか、彼らでも利用できるいじり方ですよね。なるほど、おしゃれですね、ここね。でこれも絶妙にこう浮いてる、ね、あ、ちょっと浮いてるね、本当にね、はい、この辺ももしかしたら風洞実験でね、ちゃんと設計されてる、のだと思います。そしてリアの一番下スポイラー部分というべきか、あ、ディフューザーというべきか、はい、これのカーボンもね、ここもカーボンでデッカーターパーツという、ここももう他のパーツと同じく非常にシンプルで、そうですね、まあ見える上からね目線で見えるとこなんで、これすると非常に質感が高くなりますね。これだから知らない人から見たらどこが買ってるか分からないし、あ、本当にそうそうそう、ちょっと詳しい人でもあの純正なのか社外なのか分からないぐらいのさじ加減ですよね。そうですね、まあ、エアロに関しては特に分からないでしょうし、ホイールもセンターキャップ、ね、ポルシェのシルバークレストなんで多分分からないでしょうね。でもこれ詳しい人が見たら、え、これどこのっていう、メーカー名すら書いてないし、うん、そうそうそう、ちゃんとこう純正とか純正に習ったこうデザインとか、うん、崩してないデザインっていう、そう、これはかなり玄人好みので、純正はねどうしてもワンピースのね、あの5本スポークというか、あの、ね、5本で真ん中が開いたデザインですけど、これはねさっき言ったようにちょっと
往年のメッシュデザインですけれども、ちょっとサーキットっぽくというかスポーツ走行っぽくなってて、まあ、すごく車の雰囲気が似合ってるかなと。でちゃんとね、あの JWL とかも入ってますんで。そうなんですよね、 HRE なんで、まあ、しっかりその辺の信頼性なんかも、そう、JW、ここに、ね、JWL 入ってますし、入ってるという、はい、ちょっと見てください、 HRE 入ってますね。これ本当に大人なカスタマイズの仕方ですね。うん、まあ、ね、さっきちょっと乗らさせていただきましたけど、乗り心地も良くてね、本当に扱いやすい一台になってるかなと思います。で続いて内装ちょっとカスタマイズしたということ で、まあ、シートとか、基本的にはストックそのままなんですけれども、見てわかるようにステアリングですね、これを991のカップステアリングなんですけれども、これね、ツッチーとかも知ってると思うけど、前の GT4、 あの YouTube でも紹介させていただいた、はい、グレーの GT4 あったと思うんですけれども、それのオーナー様一緒なんで、あ、それから移植、そうなんですか、そうそうそう、なるほど、そうだからこれはあのステアリングはお客さんの、まあ、シンボルじゃないけど、まあ、これはずっとあの使ってきてるステアリング、手に馴染んだやつをそのまま流用してるんですね、させていただいてます。ただめちゃめちゃレーシーですね。そう、ただ前はミッションだったんで、今回はパドルシフトなんで、パドルを、PDK のパドルを加えさせていただいてます。なるほど、この PDK のパドルの質感もすごくカチッカチッってなってすごくいいので、まあ、本当に、まあ、ちょっとね、街乗りにはちっちゃすぎるかなと思うんですけれども、まあ、これはお客さんの、まあ、こだわりというかね、ちょっとこのギャップを感じました。あのエクステリアのこのストリート感と、そう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 、このコックピットのレーシーさの、そうそうそう、はい、でもそういう流れがあってのこのステアリングですね。そうそうそう、まあ、オーナー自体も結構ね、あのカートだとか本当に休みの日にはフォーミュラーカーとかさえ乗るような方なので、あの小さいステアリングに慣れてますので、なるほどそうそうそう、だからレーシーな方が好きなのかなと。でもあえてこの車はストリート、ね、あ、そうそうそう、まあ、だからそっち系に行っちゃうと、うん、もうポルシェとかで走る気にならないよね、まあ、本当に仲間とは、ね、走るとは思うんですけど、仲間たちとか、まあ、お友達とかとは走ると思うんですけれども、やっぱりカートだとか、フォーミュラをガチで乗っちゃうとやっぱそっちに行っちゃいますよね、うんうん、そっちでは本当に限界まで攻めるというか、まあ、そういうオーナーさんの、まあ、スタイルかなと思います。そしてあと内装といえば、そのデジタルインナーミラー、あ、そうですね、はい、ちょっと後ろがね、見え羽がどうしても GT3 あるので、デジタルインナーミラーだけ装着させていただいてます。快適装備も追加されてる。そう、ただね、どうしてもリアバンパーなので、ちょっとねカメラの装着位置が下になってしまうので、まあ、本当はねもっと上につけたいんですけれども、あの、まあ、つけてないよりかはいいですし、まあ、オフにすればね普通のミラーとして使えますので、まあ、その辺はあのお客様の好みで使っていただければいいかなと思います。はい、浅井さん、こういかがでしたかって聞いてください、はいはい、言いたいんです僕いや回ってますよもう、はい、あ、もう待てんの、回ってます、はい、じゃあ今日はいかがでしたでしょうかいや、これもうあのオーナー様像も聞いてたんで、うん、なんかもう本当にぴったりだなと思いました、うん、もう本当に走るときはもうカートフォーミュラーで本気で走るけど、うん、もうストリートというか公道ではそういうことはしない、うん、あくまでストリートに落とし込んだ車作りと、はい、もうちょっとこう車カスタマイズの上級者感を感じました。そうそう、まあ、本人的にはね別にあのまた移動車として G63 も乗ってるから別に G63 だけでもいいんだけど、やっぱりね1台は1台でやっぱスポーツカー欲しいって。なるほど。でこの方はランボーとかも乗ってたん、ウルスか、ウルスとかも乗ってま、ウルスじゃないや、ウラカンとかも乗ってましたけど、そうなんですか、そうそうそう、乗ってたけど、やっぱ合うのがポルシェなんでしょうね。だから、GT4 と、GT3と来て、まあ、次はね、992の GTS をオーダー中なのでそうそうそうそれさっき聞いて本当にびっくりしたんですけど、そう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 、それが来るまでの、まあ、にねちょっとこう、購入していただいたので、ちょっと、ね、来年納車予定と春から夏ぐらいが来るのかな。そしたらまたねホイールとか、交換してくれると思いますので、1年ぐらいで新しい車来るけどいじっちゃうんですね。そうそう、でホイール来るのが本来もうちょっと早く予定だったんですけど、春ぐらいの予定だったんですけ ど、まあ、コロナの影響か2月にオーダーして7月になっちゃったので、5ヶ月間ちょっとお待ちいただいたので、まあ、大変長くお待たせいた、したかなという。でもね仕上がりは綺麗、いやいや、これめっちゃかっこいいし雰囲気いいと思いました。今回乗りたいですもんね、はい、ちょっとブログで見てちょっとこう解説してもらいたいなと思いましたもん、ね、ちょっとこの辺は僕もね、あの店員もね、あ、ちょっとこれ乗りたいなと思う一台に仕上がってるかなと思います。じゃあ992も期待しちゃっていいんですかね。まあ来年ですけどね、はい、今まだホイール選んでる最中ですけれども、どんな仕上がり、はい、まあそれはねもうちょっと、あ、タルガなんで、 GTS の、 GTS のタルガなんで、もうちょっと色気のある、またすごいの出来上がりそうですね、そう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 、はい、色もねすごくこだわって選んでいらっしゃったので、もうちょっと、
おしゃれな仕上がりになるかなと思います。なるほど、はい、じゃあそんなのも期待したいと思います、はい、はい、というわけで今回はボンド大阪からポルシェ GT3 紹介させていただきました、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。